キャンプで好投を見せ、開幕一軍が確実視された福島投手。なぜ一軍でまだ一度も投げていないのか、そして今後一軍昇格はいつになるのか、このあたり見ていきましょう。中日ドラゴンズは皆さんご存知の通り、左のリリーフピッチャーがかなり少ないという事情もありまして、首脳陣から福島選手にかかる期待っていうのはキャンプの時からかなり大きかったんですね。一軍キャンプメンバーにも選ばれて積極的に起用されました。そして開幕前、キャンプやオープン戦など一軍戦通算で6試合登板で防御率が 0.00、5イニングで四球が1つ、奪三振が6つと完璧な投球成績になっています。福投手の難病であったり、あとは岡田投手の骨折とか、このあたりが続いて左のリリーフっていうのがかなり不足していったということで、福島投手の一軍っていうのは確実視されていました。落合コーチも直球は自信を持っていいということで高く評価していました。そんな中、なぜ福島投手は開幕一軍に入ることができなかったのか、こちらを見ていきます。福島投手が開幕1軍入れなかった理由ですけれども、福島投手はオープン戦のライオンズとの試合で危険球を当ててしまうんですね。そしてその試合は退場となりまして、そこから登板がありませんでした。その後に後日脇腹を痛めたというような報道があったんですね。3月上旬頃に負傷して、そこから1ヶ月ほどリハビリとか調整っていうところがあって、ようやく2軍戦に復帰したのが4月の上旬ぐらいということになりました。福島投手は怪我をする前よりもいい状態です、2軍で結果を出して1軍に呼んでもらえるように頑張りたいというふうに意気込みを語っていました。怪我はあったとはいえ、キャンプで好投していて、そこから2軍でずっと登板が続いている福島投手なんですけれども、なぜ2ヶ月以上福島投手は1軍に上がってこれないのか、こちらも見ていきましょう。福島投手のまず2軍での通算成績見ていくと、17試合登板で 2.89 の防御率、18.2 イニング投げて四球が8つ、奪三振が10という成績です。2軍のトータルの数字で見ればさほど悪くないですし、他の左ピッチャー上がっていく中で福島投手がもう少し優先されて上がってきてもよかったんじゃないかというような成績になっています。そして昨年までは制球力、コントロールが最大の課題で、フォアボールの数もかなり多かったんですけれども、ある程度の向上が見られています。2022年は先発で主に 87.1 イニング投げて四球が56ですから、2イニングに1個以上フォアボールを出している計算ですけれども、そこが大きく改善されました。ただ福島投手は怪我をしてから自慢のストレートの球速っていうのがなかなか上がってこなかったんですね。それもあって、このストレートではまだ1軍には上げられないということを首脳陣の方々は評価したのかもしれません。そんな中、福島投手が1軍昇格間近の段階に入ってきたと、こちらも見ていきます。福島投手は6月10日頃からストレートの球速がかなり戻ってきているんですね。そしてここ10試合の登板で自責点はわずか2つとかなり安定しています。そして課題であったコントロールのところを見ましても、四死球の数が10試合で4つと合格点を叩き出しています。この調子が続いていけば制球もそして球速も問題ないということで、1軍昇格の可能性っていうのもかなり高くなってくると思います。トレードで斉藤投手を獲得したように、1軍の首脳陣も左のリリーフピッチャーの必要性っていうのを痛感していますから、福島投手が問題ない投球をしていれば1軍昇格っていうのもかなり近くなってくると思います。では立浪監督の福島投手への評価がものすごく高いと、こちらも見ていきましょう。キャンプが行われた2月ですね、シート打撃で福島投手が好投を見せました。その時の立浪監督のコメント、ボールに力があったし、打者が差し込まれるようなファールが多かったので非常に楽しみですというコメントをしています。そしてもちろんそこ、リリーフですね。もちろんリリーフに入ってきてもらいたいし、ゆくゆくは先発を目指してほしい投手。ずいぶんいい球を投げていたなという印象がありますと、この福島投手が投げるボール、特にストレートですね、こうものすごく評価しています。そしてバッテリーを組んだ木下選手も、僕が夏場ファームに落ちて最初にマスクをかぶった試合でバッテリーを福島投手と組んだと、すごく力のある球を投げていたので来季は一軍で組みたいとコメントしているんですね。福島投手のストレートっていうのは首脳陣も選手も高く評価していて、ここからの一軍昇格が期待されます。以上です。